インスタントジョンソン杉の柿杉ちゃん改め、キキ杉ちゃん、よいしょ。はい、ということで始まりました。インスタントジョンソン杉の、もう書いてませんね、完全に。喋ったり聞いたりしてるんで、もうキキ杉ちゃんっていう感じに、ちょっとずつスライドしていこうかなって思うというか、せざるを得ないという流れになっております。はい。まあ私一人でおしゃべりできませんので、もちろんこの強きパートナーでございます。栃木県のライター協会、副理事、鈴木康之、鈴谷さんです。よろしくお願いしあ、ま鈴谷です。よろしくお願いします。す。お願いします。副理事とか微妙な立ち位置だな。そもそもライター協会なんかありませんもんね。ライター協会ってあんのかな？わかんないです。気にしたこともなかった。スクールライターの協会はあるかもしれませんけど、普通のスポーツライターの協会はないかな、わかりませんが、適当に言っちゃいましたが、鈴谷さんでございます。本日もよろしくよろおしくお願いします。もう聞きすぎちゃんにね、昇格して、まあ、別に昇格したから何が変わるってわけじゃないですけど、まあ、まあね、YouTube にこう、あれですね、そういう体で載せるみたいな感じかなって感じですね。ですよね。なんかほら、記事で読むときは記事で読むときの良さがありますけど、ラジオだといろんなことを作業しながら聞けちゃうっていうのがね、まあそうです時ね、間そうそう。ね。ながらの人結構いると思うんですよね。仕事しなうん。がらとか、そうですよ。全然それで聞いてもらって、こうね、いい感じのもので全然構わないんでね。BGM 的なね。BGM 的に。そうそう。大体でもそうですよね、ラジオってね、僕も車で、ラジコとかで、聞いたりとかしますけど、大体別に真剣に聞いてないじゃないですか。ですよBGM 的に。で、ああまあ、あ、ね、面白いとこ、ノリで、こう、なんか、気持ちよく、ね、気分よくさせてもらったりとか、そんな感じですからね。ね。うん。そうですよね。だから、何かやるときに、あ、そうだ、あのラジオ聞こうっていう楽しみの一つにしていただければ、そうですね。そうそうそう非常に聞きやすく、そう。そうですまあ、よ。今、こんだけ喋ってるのは自分たちのこの、なんていうんですかね、プレッシャーというか、そうそう。肩に押しかかる荷物をささっと下ろさなきゃいけないっそうて書いそう。てハードルを下げまくってるというね。ました。はい。さあ、ということで、じゃあ、鈴谷さん、早速いきますが、まあ、やっぱり、ネガティブなことよりもポジティブな記憶の方が、やっぱり今、非常に強いので、まあ、ちょっと、8月頭から連敗ポンポンとしちゃいましたけども、まあ、繰り返せるような、秋田の一戦だったんじゃないでしょうか。鈴谷さん、振り返ってみていかがでしょうというところですかね。そうですね。まあ、連敗は、まあ、やっぱ上位勢との対戦だったっていうところがあって、うん。で、その後のこの間のね、秋田戦はすごく良かったね。まあ、やっぱりこう、先制点の時間帯4分だったんで、うん。うん。宮崎選手のね、まあ、八千代選手の、まあ、っていうか、左のこう、構築して、大島選手の間で受けて落として、八千代選う手のクロス、それもディフェンスラインとゴールキーパーの間に入れる。で、宮崎選手もその練習からこう、間に入っていくみたいなの、まあ、ずっとやってたっていう本人も言ってましたけど、まあ、ドンピシャだったじゃどっないでちすでしか。たね。うん。やっぱ奪った時間帯も良かったし、あれはい。で自信を持ってね、そのままの流れで入っていけたっていうのが、まず大きな第一ポイントというか、そうあ、ですね。まあ、だって2連敗してたチームだったから、で、勝たなきゃいけない。まあ、いろいろ勝ち点もね、もう少し積まないと、この残留当確っていうのをまず超えなきゃいけないラインがあるから、そうでまあ、すね。そこにあと何勝ってチームもね、あったと思うんですよ。まあ、もちろん上を目指すって、昇格圏目指すとか、一桁入っていくとかって、監督も力強く言ってはいるけど、こう、見積もってるわけじゃないですか、やっぱ。その現実的な数字のところ、その、こまあ、のちょうライン。ど今の位置っていうのが、まあ、15位であって、ただこの不思議なのが、最下位までが10ポイント離れてて、プレーオフ圏内までも現時点で、まあ、試合数加味せずだったらまた10ポイント離れてるって、またちょうど真ん中にいるんですよそう、ちね。ょうど真ん中でこう、そうなんですうん。よ。それで、ただ、まあ、上の熊本と新潟に連敗しちゃったことで、ちょっとその、
まあ、上との差がちょっと開いて、下との差が詰まったみたいな状況だったじゃないですか、秋田戦迎える時に。だから、そういう意味で、あと、まあ、秋田もその一つ上の順位のチームで、まあ、お互い、まあ、勝たなきゃいけない試合っていう位置づけ、まあ、しかもアウェー戦だし、まあ、難しい、まあ、勝たなきゃいけないって試合で、4分に、もう宮部選手が点を取ったっていうのは、すごく大きかったですよね。まあ、宮崎選手を起用、まず起用したっていうのは、対秋田っていうところでも、もちろん、あったと思うんですけど、それに応える、先制ゴールでしたよね、あれね。本当にね。なんて言ったらいいんですかね。まあ、わかりやすく言うと、全員戦力、真骨頂というか、こう連敗した後に、まあ、どういうふうにやってくるんだろう。どういうふうに仕掛けをしてくるんだろう。はたまた、そのままストロングスタイルでやり続けようみたいな、わかんないですけど、いろいろある中で、なんか、ベースも残しながらも、こう、選手層の厚さも見せ、はっきり言って、今シーズン一番パーフェクトな試合だったじゃないですか。その、まあ、そうですね。ね、そうですし、そ狙い、の、選手起用と準備してきたことが、こう、しっかり、こう、はまった。はまったですよね。そうなんですか、ね。すべてが、その、栃木 SC をすべてこう出し切れる。シーズンって、こう、一回でもそのチームの良さが全部出し切れるってなかなかないじゃないですか、実は。でもなんか、こう、なんつったらいいですか、見てて、こう、なんて言ったらいいですかね、こう、感情難しいですけど、戸惑うというか、戸惑う。すごい勝ったじゃないですか、なんか、前半で3対0っていう、まだ僕、免疫ついてませんから、初めてですからね。3-0 みたいな免疫ついてない状態で、後半のこの、なんつうんだろう、ドキドキもするけど、安心もできるけど、ちょっと、慣れてない。慣れてない。慣れてないからね、早く4点目取ってほしいみたいなね、感じもそう、ね。やっぱ一緒でした。慣れてないから、4点目でしたよね、まあ、確か。3-0、まあ、よくね、2-0は危険なスコアだとかって言われてるけど、3-0だって、まあ、わからないわけね、ですよ。その、し1かも前点半って、取られちゃうと。確かに、そうですよね。そう。だ流まあまあ。れ自体が、まあ、相手はもう、点取らないと勝てないと追いつけないから、まあ、前がかりに来る、で、こっちはリードしてるから、ちょっと落ち着いてみたいなことになると、往々にしてこう守備の時間が長くなっちゃうっていう流れが、まあ、実際後半は少しこう相手のパワーに、相手の前線に入ってきたフレッシュな選手、フォワード2枚かな、そこにこう力ずくで起点作られたりとかってしてた時間帯はあったんで、まあ、ただそれをね、うまくね、いなせてたって感じはありましたね。だからその、もちろん宮崎選手、前半、幸先を取って、で、まあ、38歳とは思えない、豪快なオーストを決め、J リーグ界隈の話題をかっさらう矢野そう。選手の オーバーヘッドがあり、あれすごかったですね、本当で。もう、絵に描いたような、でしょうね、あれね、コースといい。もう空飛ぶ鉄人ですよね、本当ね。本当ですよ、なんか、あれこそ目をこするってやつですよね、こう、え、みたいな。そう。れみたいな、すごい、こう、決まったよね、みたいな感じの。そう、あれ、まあ、形自体も、もう右、あれですね。やっぱり自分たちいい形で奪って攻め上がって、右サイドから崩して、もう一回左サイドに展開して、左サイドから福森選手がこうファーサイドに入れるんですよね。クロス、相手のセンターバックを超えるようなボールを入れたところに、大島選手が入ってって、頭で折り返して、で、それを宮崎選手がちょっと後ろに戻りながら反応するんだけど、ちょっと、多分あれの、まあ、ちょっとね、あれも多分宮崎選手オーバーヘッド狙ったのかな。狙ったかもしれないですよね。ちょっとこうギリギリ触らなきゃみたいな感じになって、
で、それがちょうど矢野選手の上に上がって、なんかこう、はい。オーバーヘッドがこう、徐々にこう、進化していく様を私、2つの感じで宮崎選手はオーバーヘッド未遂でね、オーバーヘッドの二オーバ重、ーヘッオード、バーヘッド二重奏みたいな感じでね。オーバーヘッドができたこう歴史みたいな。歴史みたいな。こういうところから、オーバーヘッドっていけるんじゃないかって、人の心みたいな感じで。連続で、コマでね、早送りしてみたいダーウィンの進化論みたいに、だんだんこう、な。気圧が上がってくるじゃないけど、そうそうそう。だん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 こう、ねじり方が変わって、背中から落ちてみたいな、こう。そうそう。そうそう。で、矢野さんのところで完璧な、これが完成品ですみたいな 感そう、じ完成で。品、あれが乗るんですよ、こう、ダーウィンの進化論みたいな感じで。ち 人ょう間。どね、そう。矢野さんも、ボール上に上がった瞬間、もうこれ、完全、これはオーバーヘッドだみたいな感じの、しかなかったと思うんですよね、頭の中に。そうですよね。もう、ちょうどいい、ザ。ザですよ。だって、ちょうどディフェンスもいい距離で離れてるそうし、そうそうそう。高さと、あと、矢野さんの向きも、そう、そう、そう。なん後かろ向き。こう、それこそあれですよね。オーバーヘッドの大会をしてるかのよう な勢いなんですセパタクローみたいな感じですね、だからね。本 当セパタクローみたいだったら考えなさら、打点の高さとか。だからあれは矢野拓郎ですよ。いや、だと矢野拓郎さんになっちゃいますね。そうそう。ちょっとだからオーバーヘッド、38歳のオーバーヘッドっていう話題性の横に隠れている、その若手フォワードである宮崎選手のオーバーヘッド崩れパスみたいなのもあって。そうそう。そうそうそう。難しいんだから、それに、それ、あれもう一回表現しろさ、全然すごい、非常に二難度の技をこう、本当ですよ。見せたという感しかじ。も、タイミングで E 難度見せてくれて、2人揃ってこそう。う。で、まあ、それで2点取って、やっぱちょっと景気よくなりましたね。やっぱりいや、38な歳い、ね。が、バフォワンバンードで。がね、パパンって取ってね。それでまあ、3点目もしっかり前半で取れたんですけども、はちょっと気になるのが、まあ、秋田戦に限らず、最近のその、大島選手のパフォーマンスがめちゃくちゃ僕はいいなっていう、なんかね、こう、なんて言うんだろう。ほぼ大島選手が起点、関わってくるじゃないですか。点を取るときか、チャンスって。その、なんで派手さはないですけど、どうです？鈴木さん、大島選手を見ていて。いや、やっぱり。まあ、秋田戦もそうだし、あと、徳島戦も最後、同点ゴール追いついたシーンも、大島選手は間で受けてるんですよ。黒崎選手から縦パスを受けて、そこを西谷選手を追い越してって、で、クロス上げて、それ宮崎選手が突っ込んで同点ゴールみたいなシーンあったじゃないですか。徳はい、島あっ戦。あた。あれったあった。も結局間で顔出して、受けて、で、そう。落ち着いて前向いてスルーパスみたいな感じだったんですけど、まあ、大島選手はやっぱ、もともとね、柏のアカデミーで育って、そういうのをずっとやってきた選手だから、この3、4、今、栃木がベースシステムとして使ってる3、4、2、1のシャドウのところっていうのは、彼の持ち味発揮するポジションだと思う、攻撃において。まあ、多分で彼がね、出だしの頃は守備のところで、守備強度あそこで引き上げて、後半途中から入ってきて、前からプレッシャーかけるみたいなところの起用のされ方だったと思うんですけど、まあ、スタメンで出るようになった試合では、そこで相手とのそのシステムのずれ、まあ、秋田442なんで、まあ、ちょっと立ち並ぶとね、ちょうど、相手、難しいんですよね。あそこの間、まあ、ボランチとサイドバックの間あたりに、ちょうどシャドウの選手がこう位置取りするような感じになるんで、噛み合わせ的に。で、そこから、そこに栃木のセンターバックの左右ですよね。大森選手だとか、鈴木海斗選手あたりから、まあ、覗くようにあそこに入れられる縦パスのコースがあるわけですよ。で、そこちゃんとこう、そこにた、あの、ぬるっと入ってきて、で、ぬるっとトラップして前向くみたいなところの、まあ、
止められる正確さみたいなのもあるじゃないですか。柔らかさみたいな。ある。で、トラップもうまいし、あの人。そうそうそう。トラップとかその辺は、まあ、うまいっすよ。やっぱ柔らかいんで、なんつうんだろう。キャラクター的にも柔らかいし、プレイもそう、柔キャらラクかいし。ター柔らかいの。プレイも柔らかいし、そだから、で、真面目なんですよ。う。彼、真す面目なんごですいよ。真面目で、この前っていうか、ずいぶん前ですけども、練習場に行く用事があったから、この前って言っても、あれですよ、数年前とか数ヶ月前のレベルで、まあ、練習場に行く用事があって、まあ、その時はまあ、ちょっとこう、今、流行りの病気も少しこう、感染者も出てきてて、まあ、大丈夫じゃないか、みたいな時に、練習後に、少しこう、みんなが、クラブハウスの横でご飯を食べてるところで、僕も少し、お茶飲みながらお話ししたんですけど、やっぱ、大島選手、普段何してんのかと、やっぱ気になる、一番、なんかこう、派手さもないし、自分こうです、でもないから、午前中で練習終わったら何してんですかみたいな話したら、大島君が、僕はですね、YouTube をただひたすら見てます。嘘でしょつって、嘘でしょ素サッ朴カーの YouTube。サッカーの YouTube とかかなみたいな。いや、幅広く見てますね。幅広い。すごい。プレイスタイルと一緒やな。そこも、そこでもいろんなポジションできちゃうみたいな。いろんなポジションでいろんなもの吸収してるんですよ。オールで、マイティ。逆に杉さんは休めるとき何してるんですかって、まあ、僕は年齢もあるから、で、こういう職業もしてるし、いろんなとこ行くから、こういうことで、こういうことで、こうです、こうです、みたいな、工夫をしていくわけですよ。移動するときはこうしようとか、仕事前はこうしてとか、いろんなルーティンができてくる。それをバーッと出すじゃないですか。そうするとね、こう、一切突っ込むことなく、大島選手はずっと僕の話をこう真面目にこう頷いて、目の前にペンとノートがあったら書き込むんじゃないかっていうぐらい、そう、吸収しようとする。吸収しようとして、で、最終的に、こう、飯を食いながら、上の青空を見ながら、こう、俺も YouTube だけじゃなくて、いろんなことやってみなきゃいけないな、頑張ろう。構成構成ね。向きにこう努力をしていくんですよ、コツコツ。もちろんみんなコツコツしてるんですけど、なんかね、素朴なんですよね。いや、プ素レイでも朴。存在があるのに素朴なんですよ、いや、本当なんか、そういう、人と人をつなぐ、こう、潤滑油というかね。そういう感じ、多分ね、ピッチ上もそうだし、ピッチ外も、まあ、そんな感じだと思うんですよ。彼がいると、こうちょっとなんか、こうね、なんつうんだろう。まあ、対立するってことは、まあまあ、ないかもしれないけど、こう、結そこ局、に入ってきて、平和を作ろうそう、なんですよね。平和ができるという。多分チームとして多分それだと、多分そのもっと強引さとか、いろいろあるじゃないですか、力強さとかっていう方向性もないといけないから、まあ、それだけだと、まあ、ダメかもしれないけど、彼が今ね、その、いいところにこう、ピタッとはまってね、はまったっていう、でもはまったっていうのもなんかちょっと違う、いろんなポジションやってますからね、彼ね。だから、こうね、あの人、大島選手こそね、コツコツの賜物なんですよ。ああ、そうっすね。そうもうそう本そう。当、こう、自ら目立ち行くわけでもなく、かといってこう、卑屈になるわけでもなく、コツコツその環境にこう合わせて自分がね、今何をできるかっていうのを、ちゃんとこう頭の中で整理して、で、さっき鈴谷さんがおっしゃってたように、人間関係の部分も、やっぱりこう下に入るのも上手いし、で、先輩の立ち位置になったとしても、こううまくいじらせるというか、なんか、そういう技術も持ち合わせているのか、自分のもう若さの中で、その経験値でうまくやっているのかわかんないですけど、上手な立ち回りをするね。で、またくしくも名前が大島って名前なんで、小島さんって呼ばれたら、大島だよって言わせて。ちょうどいいというか ょうど愛されちゃう名前っていう。すごいな。そうなんですよ。
ね、なんかね、ちょっとこう、もちろん秋田戦を見てでもそうですし、他の試合を見て、なんかこう、得点する人もちろんすごいし、アシストする人もすごいし、頑張る川ちゃんとかいろんな選手すごい中で、なんかググッと大島選手がね、入ってくるんですよ。い染みや、込んほんでとる。そう。ほんとああ、とそ思う。いや、プレー的なところ、さっきその攻撃のところ言ってましたけど、やっぱ守備のところも、う。うん。やっぱ全然、なんつうんだろうな、栃木に来たばっかりの頃と比べたら全然もう違う別人なわけですよ、そこが。そうですよね。もともと攻撃のところってはもともと持ってたものが今出て見えてるっていうのはあると思うんですけど、守備はやっぱ去年、一昨年とか、その田坂さんのもとでそういうスタイルの中で、それやんなきゃいけないから、こう、やって引き伸ばして、で、それがあって今今年、まあ、時々さんもその強度、守備のプレッシャー強度とかを求めてる中で、そこは彼はもうすでにクリアしてたりとかしてて、で、しかもその試合になかなか絡めない中でもやり続けて、ね、そう。小野寺健也とかとやろうぜ、ちゃんとやろうぜみたいな感じで、モチベーション高めてやってきて、ああ。それで今があるって感じじゃないですか。だから、ちょっとこう、まだ途中の段階でしょうけど、もうこの時点でちょっとその話してると、ちょっと大島選手かっこよく見えますもんね、も そうそうそう。いう。や、ああ。まあ、かっこいいですよね、それね。結局、自分自身で泥水すすってる時期もありながら、それでもこう、やり続けて、今ちゃんとこう試合出た時パッとできるっていう、やってないとできないじゃないですか、そんなのは。確かに。そうそう。やってないとね、やっ無理て、なんですよ、これ、コツそコツ。う、コツコツやってないと、いざこう、チャンス来た時に、全然それでダメだったら、もうチャンスないわけだから、それが、だから、やっぱ、まあ、結局のところ、その人の、なんつうんだろう、普段というか、もう、キャラクターというかね、人間性というか、そういうところが、結局、ピッチ上の勝負に出るみたいな。本当そうですよ。そいい。れは、いい。子供に実は一番見せたい選手かもしれない。ああ、そうですね。そうそうそう。日で、常と、とか練こう、習とか、日トー常タから、ル。あと、トータルの時期もね、トータルこの1年スパンとかで、ずっと見てると、いや、だからこういうのはね、サッカーに限らず、人生において大事なことなんだよって言いたくなるような、ことを、だって僕らそういうのを、こう、ちょっと、なんつうの、客観で、そのストーリーをこう覗き見してるみたいなとこあるじゃないですか。で、サッカー選手はまあね、ゴール奪うとか、キーパーがすごいものすごく活躍する、まあ、そういう分かりやすいプレーもあるかもしれないけど、こうやってストーリーで時間をこうずらしてこう見てた時のその生き様というか、その人のキャラクターにこう学ぶみたいなところもすごく大事だから、そういうの、まあ、そういうのね、ファンサポーターの人たちはみんな、見てると思うんですけどね。ね、そうですよね、もちろん。あと、だから、なんかもうほら、これ聞いてる人は、なかなかもう結構コアな方ですから、北戦のことも多分もう、どういうことか分かってらっしゃるし、いろんなことを感じ取れる方だと思うし、まあ、ライトユーザーの方で、こちらに聞いていただけるのはありがたいんですけどね。だからこそ、ちょっともう、こういう部分で紹介していきたいな、僕の感覚でですけど、大島選手もすごいんだけど、川ちゃんもまあそういう意味では同じタイプかなっていう。そうっすね。で、今年なんか特にうわ、この人めちゃくちゃやっぱ努力してんだなっていうのが、キックの精度がすげえ変わったじゃないですか。そうっすね。タッチを切るっていうのはほとんどなくなったのかな。ないっす実際ほね。ら、意外と切ること多かったじゃないですか。これ別に悪い。やっぱり、多分ウィークポイントの一個あるじゃないですか。タッチしたら。それをこう、見事に、今年は、めちゃくちゃ激減してますし、タッチを聞くことも、まあ、ないですし、明らかなミスキックもないし、あと、飛距離がすごいっていうか。飛距離もそうだし、あと余裕があるときは、こう、ゴーキックとかも、まあ、ゴーキックはやらないか、足元にバックパスもらったときに、相手がプレッシャーかけてきたときに、
そこからのつなぎのところ、こう相手を1個飛ばして、いわゆる中距離パスを味方にこうちょっとした浮き球でつなげるみたいなシーンも、ちょっと余裕があるときはそれやったりとか、出ますね、確かに。で、マイボール、そのボールを大事にする、その大きく蹴っちゃ、切るとかじゃなくて、まあ、もちろん前に矢野さんとか、宮崎選手とか、根本選手が競り合いのところで収められる選手がいるときには、そういうのをこうめがけて蹴った方が得策なときは、そっちの方を選択するんだろうけど、まあでも、基本、そこをすごく、まあ練習してんだなっていうの、まあ練習してんですけどね、実際、まあ公開練習そんなに少ない、多くはないですけど、時々その公開練習日の練習後とかに、ゴールキーパーコーチの斉藤さんとか、他の、藤田選手とか青島選手とかと一緒にこうキックのところの練習してたりとかするんで、まあその積み重ねですよね、そこは。ねえ、本当ですよね。まあ、この母ちゃんもそうですし、大島選手もそうだけども、栃木 SC としてね、選手として戦っている歴は長い彼だ長いから。選手2人ね、そうね。なんかね、か、嬉しいですよね。あ、確かにね、その選手が今ね、ここに来て、ちゃんと出場機会つかんで、ね、成長した姿を見せてるっていう、まあ本大事っすよね、やっぱね。こ当に大事。んだなかなか、け入れ替わり激しい中でね、確かに。なんかよくそのね、もちろんその肉体的の部分もそうですし、なんかメンタルの部分も多分、いろんなものがバランスよく保てないと、まあ、他の職業もそうなんですけど、特にプロの商売なんていうのは大変なんだろうなと思う中でね、まあ、その状況としてメンタルが腐らずに、まあ、いろいろあったと思うけど、そこをしっかり乗り越えていっているというのは、やっぱすごい、本当に独占インタビューしたいぐらいですよ、二人の。この子供たちの前で、こう、独占インタビューね。独占インタビュー、二人だけに対して、100問ぐらい投げかけて、お話するぐらいの。川ちゃんなんか特に変わってる人だから、すごいな、どういう意味ですかみたいな答えが返ってきそうだったりして、面白そうなんですけど。そう。だからね、なんかそういうふうになんか、見てる人もそうですし、やっぱこう、サッカー選手に将来なりたいっていう子供たちに向けて、めちゃくちゃ染み渡るような言葉出そうですし、あと、矢野さんなんて38歳でいろんな紆余曲折って、まさに矢野さんはサッカー人生の中で、まだやれっかんね、みんなやれっかんねっていうのをすごい体現している。オーバーヘッドだったんですよ、38歳で。オーバーヘッド右スピードすって。いや、矢野さんもすごい。いや、そうですよね。あ、でもね、今話聞いて、大島選手と河津選手で、俺、最近、話を聞かせてもらう中で、やっぱ共通してたというか、大島選手はね、やっぱ少し前に、僕も記事にしましたけど、その、一緒、なんて言うんだろう。練習、しっかり練習して、しっかり生活して、しっかり準備して、まあ、それでダメだったらしょうがないじゃないですか、みたいな話した。してたことがあったんですよ。読んだ。いい言葉だったですよ。そうそうそう。で、それのやっぱしばらくした後に、川田選手に話聞いた時も、まあ、要するに、試合へのこう入っていき方、気持ちの持っていき方が変わってきたっていう話してて、それはどういう持っていき方なんですかって聞くと、やっぱ、練習以上のことは試合でできないと。おお、なるほど。今までは試合でやってやるぞみたいなところで、やって、気持ちの持っていき方をしてた。まあまあ、もしかしたら120%出してやるぞみたいな気持ちの持っていき方をしてたんだけど、いや、そうじゃなくて、もう練習でやって、練習のこと以上のことは試合で出せないんだから、みたいな、いわゆるいい意味での割り切り。まあ、それって、いいですね。そう、すそごれっい。て多分大島選手と言ってることは、まあ言い方違うけど同じことだと思うんですよ。確かに。いい準備をしたい。それで試合でそのいい準備のまま練習のまま練習でやったことを出すとかいうことが全てというか、あとはもう結果はまあその結果として出てくるだけで、
もう、試合でいきなり120%出したって無理じゃないですか、みたいな境地。うん。なんかね、そこは共通して、2人ともそういう話が同じ時期にこう出てきたのが、なんか、やっぱ、いい考え方だなって僕も話聞いて思ったし、なんか自分に置き換えて考えますよね、そういう時ってね、大体ね。僕、今もう、それまさに今、鈴木さんにお話今聞いてて、すぐ自分に置き換えることができたときに、ふっと今、浮かんだのがね、直属の先輩に同じ事務所で、有吉弘行さんっていう、多分、鈴木さんをご存知ないかと思うんですけど、知ってますよ、全私ですか？私然。知らないでプロがあったでしょ。すか？え？しか見ないから、知らないかと思ってたけど。いや、知ってます、知ってます。存じ上げてます。いや、ね、よくこう、いる時間が多かったんで、先輩とね、先輩が多かったんで、いや、その中で一番やっぱこう、ぐっと心に来るというか、あとこう、余計なこの肩の力抜けたなっていう言葉があって、それがね、やっぱ、自分に期待しないっていう言葉だったんですああ、なるほど。よ。うん。そああ、れ、なんか。まさに、川ちゃんとか、大島選手みたいに、普段やってきたことが、その結果として本番に出る。わけであって、それだけでいいんだと。だから、何もしてないやつが自分にめっちゃ期待してもっていうことなのかもしれないし、ちゃんとこう、目の前にあるものに目的持って挑んでいれば、それでいいと。その、情けない姿が出て受けるならば、情けなくていいじゃないかと。うん、だから、なんかね、ちょっとね、そうなんですよ。だから、周りを気にしてる時点で、評価を気にしてる時点で、ダメだっていうことなんでしょうね。いやー、そう、自分に期待してないって、なんか、俺もなんか、この業、自分の、僕の業界の中で誰かが、そう言ってたの、今ちょっと思い出しましたね。誰が言ってたか忘れちゃいましたけど。じゃあ、その影響を受けた方がいたんですね、鈴谷さんもね。そう、自分に期待しない。まあ、つまりは、僕はそれはなんか、謙虚であれみたいなところあ、そうですね。としてかもしれもない。受け止めたんですけど、謙虚に、自分の実力以上のものはこう出せないというか、そんなのは、大きく見せようとしても、見透かされちゃうんだから、バレちゃうんだから、なんですっよていうね。ようなニュアンスのことで、自分にそんな期待するな、みたいなことを言ってたの、すごく大切な言葉、いい言葉だなと思う。誰が言ってたかはちょっと覚えてないですけど。なんか、あれですね、この聞きすぎ者になってから、スタイルがだんだんこう固まっていく流れになっていって思うことは、その、栃木 FC の試合を見て感じて、いろいろその、ライターさんという立ち位置からの目線と、僕は、テレビに出ている強烈なサポーターみたいな見解がこういろいろあった中で、最終的に、人生論来ちゃいますね。栃木 SC を通じて語る人生論みたいな裏テーマがまあでもそれを表テーマにするとちょっと大げさすぎるから、ハードル上がるし。大神優さんテイストでいかないとダメですからね、そうなったら。それはこっそり裏テーマで。前もだってプロとはみたいな話してましたからね、最終的にプロってな、みたいな。うん。でもそうですよね。結局そういうとこに惹かれるみたいな感じなのかな、みんな。あれなんじゃないですか。ラジオっていう、栃木 FC のことについて振り返るラジオみたいのを利用して、俺ら二人こういうふうに喋りたいだけなんじゃないですかね。そうかもしんない そういうふうに感じて、栃木市民が感じてるから、それは結局、なんかそれが出てきちゃうというか、まあそういうことですね、結局。そういうことです。もう栃木 FC は僕らの人生のまんまですから、この前だって、転んで、かすり傷出たときに血見たら黄色でしたからね、とうとう。黄色だ、もうそれぐらいのものだから、やっぱ人生と重ね合わせちゃいますよね。なんかね、ちょっ合わせちゃうし、でもプレイしてる選手ではみんな年と。下という、なんか不思議。なんだったら、監督も僕と、自分の年下ですから、今ね、1個いや、下だったかな。そうですよ。年下に対してすげえ尊敬しちゃってる。年下の皆さんから一緒に学ばさせていただいてるみたいな 感本当じ。ですよ。
で、どん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 その年の差は離れていくじゃないですか。本当ですよね。なんとかならんですかね、この年の差は。そう、いや、でもだから、まあ、だから素晴らしいなって、こう、いや、だから栃木市は素晴らしい、まあ、みんなね、マイフェイバリットチームがあって、だから強い弱いじゃないんだよみたいな話じゃないですか。弱くて成績出なくたって、だって、そうやって復活するとかっていうところのストーリーから、こう、突き動かされてみたいなところだ。だから強い弱いじゃないんだよみたいな話なんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。ほら、もうこんな流れで死ねですよ。サッカーじゃないんだから、ほともう。んどピッチの話してないんじゃないですか。まあまあ、あれですよ。まあ、そういう回もありますよ。まあ、ね、要は、まあ、いいんじゃないですいい試合だったから、ちょっとこう、いろいろ余裕を持たせながら、こう、か。うん。酔わせてくださいの回ですよ、いやい今日や、は。全然いいじゃないですか。こう自由ですから。だからまあ、あれですよ。まあ、時節もあるんですけど、僕らがどうのこうの予測するよりも、その当日来たら、僕も鈴安さんもみんなもそうだけど、もうどういうことをやってくれるんだろう。勝ち負けのある勝負だから、どっちに転がるかは、その時の運もあるかもしれないけど、また新たな栃木 FC を見せてくれるかもしれないし、なんかいろいろ期待しながら見ようっていう、なんですよね、落ち着き方ですよね。サッカーラジオではあるまじき声ですよ、時節を予定したら。じゃあ、これだけ、もうやめましょう、点数もやめましょう。もうその時の点、それを受け止めましょうか。ありがとうございます。いいです。ほら、鈴谷さん。残り10試合ってとこですね、だからね。次に向けてっていうよりか、今シーズンの締めのプレ局面だから、じゃあ、ちょっと残り10試合っていう部分での鈴谷さんの、じゃあ、総括みたいのをもらいましょう。総括ですか。もう総総括し括。何を総括何を総括。まだこれから迎える10試合の総括。残り10試合に向けてでいいんですいね。や、数字的なところ、最後、ちゃんとね、数字的なところだけで言うと、後半戦11試合戦って、今4勝4分け3敗なんですよ。おお、ブブブだ。ベルディと熊本と新潟には負けたけど、そのぐらいの数字なんですよ。これって大体ね、一桁順位ぐらいの数字なんですよ、この数字って。まあ、もうちょっと、8位ぐらいかな、大体。だから、それを、残り10試合も、まあ、できればこのペース以上、このペース最低限守って以上ぐらいで頑張って終わるとするじゃないですか。で、それは来季つながるじゃないですか。めっちゃつながりますね。そのペースでもし来季入ってっていくと、一桁順位キープしながら、昇格権を狙うみたいな、立ち位置を取れるのが見えるっていうのが、その残りの10試合で、それぐらいのベースを維持して戦えるか。まあ、そういう話になると思うんですけど、まあ上のね、まあ、横浜 FC とか仙台とか、次、長崎とか、まだ上のチームとの対戦も残ってて、どうなるかちょっと分かんないですけど、でも、今の感じでちゃんとやっていけば、全然十分クリアできる数字だと思うし、そこをチームとしてちゃんとしっかり最後まで戦って乗り越えて、もちろん残留と、その上、もうできれば昇格プレーオフ圏内に入り込むみたいなギリギリのところ、今10差ぐらいあるから、10です、そうです、10。残り10試合で勝ち点10差っていうのはなかなか、まあ、数字上厳しいんですけど、まあ、粘り強く連勝を重ねていくと背中が近づいていくみたいなところの位置かなって感じで。今回を皮切りに3連勝、今回のも含めて3連勝とかしたら、またちょっと変わってきますからね、状況がね、数字上はね。変わってくるし、あとは、クラブの最高順位って9位なんですよ。2013年の、最後10試合、松本育夫さんが監督された時の、シーズンのフィニッシュが9位だったんで、まあ、9位っていうところで言うと、今、勝ち点8差か、大分が46なんで、まあ、1試合、大分消化は少ないんですけど、
まあでもそこね、頑張っていけば、もうそこを超えられるぐらいの感じなのかな。ですね。なんか、すげえ期待したいっすね。なんか、期待したいというか、楽しみたいですよね。楽しみですよね、めちゃくちゃね。いや、楽しいです。まあ、宮崎選手、2ゴール奪ったの大きいんじゃないですか、直近の試合で言うと。で、フォワード勢が点と、矢野さん6点目なんで。すごいよな。本当にすごいな、マジで。もっといけんじゃないかな。もう38歳。38歳は、あれですよ、サラリーマン界で言うと75ぐらいですもんね、多分ね。いや、もうそこは言ってないでしょ。あれ そうか。でも、それで言うと、サラリーマンで言うと、そうっすね。75ってことはないけど。結構あれですよね。結構会社に貢献して、その業界にも貢献して、そで、ちゃんと成果を上げてる、要は重役クラス。う。そう、もう役員クラスですよね、あれね。役員クラスの人が、その現場出ちゃうとやばいみたいな。そう、現場でバリバリ動いちゃって、オーバーヘッド見せて決めちゃいましたみたいな。なんか、普通に、ちょっとこれやり方がわかんないんですけどって若手に言われて、しょうがねえな、つってスーツ脱いでオーバーヘッドバーンってやって、こうやってやる。こうやってやってね、なんて。そう。鉄人。はいっすよ、もう本当に。なんかちょっと楽しみです。まあいろいろ、これだから話すとも止まんなくなっちゃってね、やめましょそうですね。やりましょう。はい。う。本当にこんな、まあいいんですけどね。はい。じゃあ、今なんじゃ、結構これ昼前やってるんですよね。なんですよね、ちょっと、行かなきゃな。え？どこに行くんですか？今日はね、今日ちょっとルート周りなんですけど、はい。まずこう、ダネイで行くでしょ？ダネイ誰でね。で、次は、卵焼きのああ、けちゃんでしたってっちけ？ゃんね。で、あとは、ラーメンの美味しい、なんだっけな、もうちょっと調べなきゃ、ちゃんと、俺。こうめん。そうめん行って、あとは映像、そう、VR 栃木市の映像のこととか、いろいろもっと詳しく知りたいから、ファンタスティックモーションも行って、で、あとはどこ行こうかな。あとは、あれかな、やっぱり藤井産業さんにご挨拶行って、もう全然、全部行ったらきりねえわ。スポンサー周り覚えたら、瀬川選手がやってたら、そういえば、コロナ禍の中でスポンサー周りやってたな。面白いですよね、やっぱね、スポンサーさん、本当に、温活みたいな。はい。鈴木さん、この後、俺はそうですね、そうだな。ちょっいや、これ、と、棒切りみたいになってんだよ、変な。まあ今日は、明日練習取材の前で、ちょっと半オフみたいな感じだから、ちょっと、岩石でも行って、あれだな、DIY 用のなんか買ってこようかな。何を DIY するかはこれから考えよそうそう、先に動いちゃって考えの後う。あと。そう、できる男は先にやって後で考いや、える。そう、後で考え ありがとうございます。ちょっとこれ、最後の締め、後で打ち合わせしましょうね、ちゃんと。もる。はい。はい。う、どのスポーツを伝えていくかとか、いろいろ考えなきゃいけない。はい、ということでございまして、インスタント上もう、張り切って聞きすぎちゃんと言っちゃうでしょ。インスタントジョーンズの聞きすぎちゃんでございまして、もうラジオバージョンとかバージョン関係ない、聞きすぎちゃん。はい、ということでございまして、今回もですね、栃木県のスポーツライター協会、副理事で、副理事候補の、こう、ものすごい じゃあ今何者なんだったね今はまた、フットボールマガジンの方ですからね。はい、鈴木さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。